ウッドデッキ Q&A、 芝生は剥がした方がいいですか？ウッドデッキの下に猫が入らないようにしたいけど、できますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。以前、ウッドデッキをやり替える際に今まであった芝生は剥がした方が良いか、ご質問がありましたよね。はい、こちらのお宅はちょうどそのパターンなんですが、まあ、あのウッドデッキを作る前に芝生は剥がさないと下から生えてくる可能性があります。ですから、あの剥がした後 もう防草シートを完全に敷き詰めて、光が少しでもこう差し込んでしまったら、そこからあの芝生や雑草がまたデッキの間から出てきますので、防草シートを必ずやるような形に、してほしいです。そしてウッドデッキの下に猫が入らないようにしたいというご要望もありますよね。はい、これも最近多いですね。あの、まあ、猫やその犬やで、特にあのうちの近くの、まあ、鎌倉の現場なんかではアフリカンとかいろいろな外来種 のアライグマとか、そんなのまであの床下に巣を作ってあの住んじゃうようなことがあるんですね。ですからあの幕板って言って、この縁の下が直接見えないように、幕板を張ってしまって、そういういろいろな小動物なんかが入らないようにすることが可能です。で、ご覧になっていただいているこの物件でも、もう階段状にして、幕板も張って、全くどこからも入れないようにしました。